名古屋おもてなし武将隊陣笠隊の助けにござりまする。15人ござりまする。武将の方々をお助けするため、筒井浦の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたしまする。ありがとうございます。ありがとうございます。忍びの方々の次は我ら武将隊の演武の時でござる。この度はえらい晴れ模様、完全に演武日和でござる。さようにかみません。皆様方、我らと共に楽しんでいただくため、手拍子や拍手を共にやって我らの演武存分に楽しんでくださいませ。そして皆様には勝ち時というものも共にやっていただきとうございます。勝ち時というのは、拳をえいえいおーと三度上に突き上げる戦勝祈願にございます。皆様には声を上げることなく、拳を上に突き上げる動きを共にやっていただきとうございます。では早速皆さん練習をしてまいりましょう。お拳を掲げて、よし、皆様上げてくださいませ。全員上げるまで続きませんぞ。ぜひとも上げてちょうよ皆様。おー、ありがとうさん。では参ります。勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとう、はい、ありがとう。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の風習団。本日は現世という戦国の生きる皆様方に、たくさんの激闘、ありったけの勇気を、精神誠意お届けする所感でございます。その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。殿様は400年前、戦国の世と何も変わりません。故に刀が蘇る。ご主人、ここはどこじゃ。戦場にございまする。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。平地、ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。広元の国、令和の世の合戦場にございます。そうか、面白い。皆の者、出陣じゃ。うわー、さあ皆の者、拍手するところじゃ。月に糸をめて自由を意し、己の信念を貫いた華麗奔放に流れた生涯は、人の心に生き続ける。や、天下御免の歌舞伎者、前田圭司。写真撮るところよ。乱暴者、勝って極まる者、どちらも違うの。歌舞伎者とは決して信念を曲げる決意よ。我こそは天下御免の歌舞伎者、前田圭司。いざ参る。いや、はぁ、輝け先陣を切り開き戦場をかける。その姿を人は槍の股だと呼ぶ。天下人を支え、加賀百万石の礎を築いた前田利家。信なきは人にあらず、武門とは真偽の万平なり。たぎる思いをやりにこえ、貫き通す人の道。我こそは織田家先鋒、
前田又左衛門俊家だ。転んでも立ち上がる、倒れてもくじけない、泥にまみれ抗い続けてたどり着いたは天下人、太鼓豊臣秀吉。よいしょー、おはようございます。拍手でご来店よ、ありがとうな。下向いとっちゃいかんがね、前向いて笑っていこうよ。この秀吉が日の元をパーッと明るくしたのに全国一の人継がしは豊臣秀吉。はあ、皆の者、我らの前で皆を鼓舞するのじゃ。おさあ、続いては源氏モンスター参ろう。
カニは自然に発祥を込めて言われる。お主ら考えてもねえよ。お主らは何じゃ、衣が1枚か。わしら何枚重ね着しとると思うとる。我々はこの甲冑は到底不足と申して、比例様何キロございまするか。20キロ。20キロ長い今演武をな、なんと12年間やっておる。12年やってよ。で、なぜお前のことを言うたんですか。大事なことだよね。あ、なるほど。だよ、我ら来月の11月で12年間やっとったで、12周年を迎える。お祭り開催ということで、現世の皆から野戦を集うてまいるクラウドファンディングのあるものにて、我ら全部で10名おるわけなんじゃけども、全員演舞というものも箱と呼ばれる場所で行ってまいるということで、今待てー待てー、圧がすごいな。俺今470臭いのわしが一生懸命汗かきながら流して足ちょっと死にそうだね。待っといて、ちょこれ以上避けると刑事死んでもらうから。一言言っていい、最後まで聞いてくれ。頼むわ。入れてやってちょ。うん、出たね。まあ、もやしがあるということで、名古屋おもてなし武将隊と調べてもらうと出てくるゆえに、他の SNS なるものも援軍、フォローをしてくれれば、今、ざっと100人以上はおります。おるか？おります、姫様。おるかもな。確かに、秀吉様勝ってはもう何十万人引き取ったら100人くらい大したことないかもしれませんが。あ、よくないぞ、そういうところ。人は一人一人が大事なんだ。待て待て、なんでそうなったの。秀吉様、やはり、偉くなってしまうと、民一人も大切にできないとは。1万人単位でようやくだもんな。みなしもよう来てくれた。この度はありがとうさんじゃ。我ら弱い400。汗振り絞ってやってまいるゆえに、さっきそれわし言いました。さっきそれわし言ったか。ちょっと秀吉いじめすぎたな。いやいや、大事なことだで、毎一度言って。ああ、なるほど。大事なことは何度言ってもよい。12章。今日わしらが学んだことは、大事なことは2回言おう。あよ、そうじゃない。違いますよ、武将隊が12年ゆえにこれからも応援してほしいということで、皆には我らの活動を方々に拡散してほしいということで写真撮ってまいりましょう。そうじゃな、我ら以外にも戦っとる者のフォールはな、忍びの者たちを前へ。よう来た。我々で呼んだ。もうわしが呼んだからな。この後我らが陣形を組むがゆえに、からくり機にて我らを移すがよい。よく待ってくれたら、よければからくり機を構えてくれるとわしはとても嬉しい。秀吉様のよければは絶対って意味だからな。覚えて帰る。そんなこと覚えて帰らんでええか。絶対ってか、秀吉様によければ絶対。処されたくなければの意訳だでな。もうお前だけ嫌だ。よし、陣形取るぞ。親戚ではないですか。もう取って参ろう。よし、まず正面から参る。ゴーズグハーズ三つ四つ五つしまいじゃ。待たせたの。では参る。手を振ってくれとる。一つ二つ三つ四つ五つしまいじゃ。ありがとうさんじゃ。それでは最後手しまいる。わしが大丈夫、みんなわしの方向いてる。さあ、みなみな取っとるじゃん。おぬしわしのこと好きじゃんもんな。進めよ、さっさいじゃーん。ひどい子はダダかぶり。ダダかぶり。すべての愛をわしがいただこうじゃないか。キック俳優みたいなこと言いますね。ということで、みなぜひとも、写し絵の方は拡散してもらって、そしてこのうちまた日曜ではなかった、このうち午後から再び我らは演舞と、そして日田隊の方も演舞があるということで、14時半にまたここに集うてもらったのが、違う演目を見ることができるということじゃ、以上でございます。うん、ようやった。忍びの者たちはこの後演舞じゃな。は、演舞。言ったな、今刑事が全部言ってくれたな。は、して12時まで我らおもてなし、故に写しを取りたき者は我らに言ってくれ、よろしゅうお頼み申す。
忍びを者たち大義であった。三ほっ絶対今の一回転が、いやだって帰れって言われてまず一回転しか帰るって一回転がいらない。いや素早さが足りなくなると。カッコつけるの好きじゃろうでしょ。カッコつけるの好きだけど、あの回転はあの悪目立ち。いや、そのことは理解できたんだよ。よし、褒美にお主一回転もやろう。井上様、午後の演舞いないですと。それは困る。ということで、我らもこの後に12時までおもてなしと称し、南田と写し絵を撮ってまいる。存分に楽しんでいくがよい。それではまた会おう。さらばじゃあ、皆様方、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。今から席を立つ前に、まず身の回りを